三味線をちょっとだけ弾けるようになったので頑張ります。プログラム3番、中村千尋さんです。中村さんからのメッセージです。三味線が少し弾けるようになりました、頑張ってみますということです。1曲目が深層まぶし、2曲目岩室ジンクです。お願いします。皆様こんにちは。と言っても今日は無観客でしたね、関係者の皆様、 YouTube をご覧の皆様こんにちは。それでは1曲目、福島県の民謡で深層まぶし、聞いてください。はい、
1曲目は福島県の民謡の新蘇丸氏でした。ここでメンバー紹介をします。三味線が先ほどは私でしたが、今度は佐藤元海先生です。尺八は小沢直院優さんです。太鼓とお囃子が私の民謡の先生浅野光子先生です。私の歌を聴いて自分ももしかして民謡を歌いたいなと思う方がいたら浅野光子先生のところによかったらいらしてください。待ってます。それでは2曲目、新潟県の民謡で今室甚句です。プログラム3番の中村千尋さんでした。1曲目は中村さんが自ら三味線も弾きながらの新蘇丸氏、そして今の曲が今室甚句でした。広い会場に響き渡る大変伸びやかな歌声を披露してくださいました。ありがとうございました。